スリザーバウにも解毒薬を届けてきた。敵も根城の方まで後退したようだから。ルナルのやつ、毒を受けながら時間を稼ごうと食らいついていたらしくてな。ユールマー軍を追って集落を出て行ったって、あっちでも心配されていた。保護されていて何よりだ。大丈夫だよ。体はだるいが動けないほどじゃない。それよりもあんたたちが無事でよかった。ユールモア軍がそっちに向かったからおいら止めなきゃ。あれ、姉さんは一緒にいるんだろ。それ、どういうことだよ。そんな嘘だろ。なんて、姉さんが。すごい人なんだ。本当に穴くらい落ちたって。そんな、そうだ、調査はこれからか。オイラも連れて行って。なんだよ、行こうよ。だってマトウヤの姉さんは。姉さんは簡単にいなくなるはずか。こんな時にすまない。周辺、私ではお前たちの仲間かどうか。は、エメトセルク。いや、ここの狩人たちを少々甘く。で、なんだ。はは、遺跡に入るところまでは見ていたが、中でそんなことになって。仲間が死んだとはご愁傷様だ。だって死んだんだろ。事実をぼかせば蘇るわけでも。お前が思うほど命は軽くないんだ、俺たちにとってはな。それに彼女という賢人はそうやすやすと死を受け入れるような太刀じゃない。
丈夫ですか？彼女が転落する際のことを、もう一エンシェントテレボ。ほら、あの詠唱なしの転送魔法だ。俺が以前あれに巻き込まれた時も。ああ、なるほど。さっき一瞬だけち。揺らいだのは一回だけだったから、多分入っただけで出ちゃいないな。まだ血脈をさまよってるんじゃないか？そうだとしたら難儀です。以前は確か勘ふん、面倒だが私がやってやろうか？お前たちは私の言葉を点で信じないからな。
探索ご苦労。我ながらひどい無茶をしたものだわ。気づいてくれて。姉さん、姉さん、魔導屋の姉さん、無事でよかった本当に。困った子ね。あなたが泣いていたらみんなも不安になってしまうわ。この魔女マトーヤが早々し、功労者への感謝はなしかね。したアシエン・エメト・セルクです。そう、あなたが例の。信用するかどうかは別問題として、今回は感謝するわ。それでまさか先にキターンナ・ミカゲ、この私を置いて遺跡探索なんて。それだけ元気なら
アルメたちも安心するだろうさ。